モルス・プリンシピアム・エストは、フィンランドのメロディック・デスメタル・バンドである。バンドの中心メンバーであった、より、ハウキオが脱退した2006年から2015年に、かけては、ギタリストの入れ替えが激しかった。さらに2016年以降は他パートのメンバーも、脱退し、変わるメンバーの加入がない状態が続いた結果、2021年6月初めに、 ついに正式メンバーが1名の状態となったが、同月末には、通常のバンド体制に戻った。バンド名は、ラテン語で、デス s is just the beginning の意味。1999年により、ハウキオ、ヤルココッコ、トニニュメリンを中心に結成。その後、ミッコシポラが加入。ベーシストが不在であったが、活動を本格化する。2000年に、それまでボーカリストを兼任していた。 より、ハウキオがギター専念のため、ボーカリストとして、ビルビルヤネンが加入。翌2001年に2年間不在だったベーシストとして、テーム平ノらが加入。また同年に、一度ヤルココ国コがバンドを解雇されたが、結局同年中に、元の鞘に収まった。2002年にリスナブルレコードとアルバム3枚分の契約を結ぶ。2003年にファーストアルバム。 インヒューマナティをリリースしデビュー。ファーストアルバムリリース後、トニー・ニュメリンが脱退しような、クッコラが加入した。2005年にセカンドアルバム、ザンボーンをリリースした。2006年にサードアルバム、リベレーションイコール・ターミネーションをレコーディング。レコーディング後、バンドの中心メンバーで、それまで楽曲のほとんどを作曲していた、より、ハウキオが脱退する。脱退の原因は、 よりがバンドをビジネスとすることにストレスを感じるようになったためでリスナブルレコードとの契約が満了したことを区切りに脱退した。公認として管理クイスマが加入した。2007年にサードアルバムリベレーションイコールターミネーションをリリースした。リリース時点ですでによりハウキオは脱退していたがクレジットにはよりハウキオの名前は記載された。またこのアルバムに 三越ポラは参加しておらず、すべてのドラムパートはマルコ・トンミラによって演奏されている。2007年4月にバンド活動への熱意がなくなったとしてようなクッコラが脱退した。また、ヘイトフォームのギタリスト、トミー・ライストが加入した。これらに合わせて今後はキーボードなしで活動していくこと、ヤルココッコは今後ライブには出演せず、スタジオのみで活動すると発表された。 2008年8月にカンリ・クイスマが脱退し、トミー・ライストと,と共にヘイトフォームで活動しているトム・ガルディネルが加入した。後にビレ・ビリアネンは、カンリはフルタイムメンバーの形式を取っていたが、ほとんどセッションメンバーに近い状態だったと語っている。翌2009年3月にトムがわずか7ヶ月で脱退し、公認としてカレアールトネンが加入した。同年中には、 オリジナルメンバーの一人で2007年からはスタジオのみ参加となっていたヤルココッコも脱退した。ヤルココッコの脱退で結成に参加したメンバーは全員脱退してしまった。後にビレビルヤネムはヤルコがスタジオ参加のみと発表されて以降、ヤルコがバンド活動に携わったことはなく、ほとんど解雇の形で脱退してもらったと語っている。2011年3月に トミー・ライスト及びカレアールと年の2名が脱退。2名の脱退は、両人にそれぞれメインのバンドがあり、そちらでの活動に専念するためであった。バンドはギタリストをインターネットで募集。約200人ほどの応募があり、4月末にイギリス人ギタリスト、アンディ・ギリオンが、9月末にはニュージーランド人ギタリスト、アンド・ヒ・チャンドラーが加入した。2012年4月末。 ドイツのアフムレコードと契約したことが発表された。同年12月、5年ぶりにフォースアルバム、アンドデスセットライブをリリース。2013年、アメリカのオリジンがヘッドライナーのエクストリームデス・フィーストボリューム1で初来日。2014年元日、5月より、フィフスアルバムのレコーディングに入ることが発表された。また、1月中頃アンドヒ・チャンドラーの脱退が、 発表された。脱退の理由は、アンドヒが個人的な事情でニュージーランドに帰国しなければならなくなったためであるとのこと。この発表に合わせてフランス人ギタリストケバン・バーレーの加入が発表された。ケバン・バーレーはすでに2013年の日本ツアーやヨーロッパツアーでアンドヒ・チャンドラーの代わりにセッションとして参加していた。同年12月、フィフスアルバム ドーン・オブ・ザ・フィフス・エラーをリリース。ヘッドライナーとして来日公演を行う。2015年8月には6スアルバムの制作に入ることが発表されたが、12月には前年に加入したギタリスト、ケバン・バーレーの脱退が発表された。脱退の原因は、フランス在住のケバンがフィンランドを拠点に活動しているバンドに継続的に参加することが難しかったためである。 脱退発表の時点で公認はまだ決まっておらず、まずはシックスアルバム制作に注力するとバンド側は発表していた。2017年2月、シックスアルバムエンバーズ・オブ・エーダイング・ワールドをリリース。また、リリースと同じ月にドラマーの三越ポラの脱退が発表された。脱退が近い時期にはミッコはツアーに参加しないようになっており、代わりに イーロ・アイット・コスキがライブセッションを務めていた。ミッコ自身も脱退の発表の中でツアーに参加することができないことに加えて自身の衰えを感じ始めたことや他のメンバーの重荷になりたくないという思いから脱退を決意したと語っている。ただし完全にバンドを離れるわけではなく、これからもバンドのサポートを行っていくとも述べている。ライブには 引き続きイーロ・アイット・コスキがセッションとして参加する。6月にはアンディ・ギリオンがライブに参加できないためセッションメンバーとしてトニ・ヒッピー・ティアホが参加することが発表された。その後もギタリストやドラマーの正式加入はなくセッションメンバーを起用して活動を継続していた。2020年1月には次のアルバムがリリースされるまでアンディ・ギリオンが ライブに参加することが不可能であると発表され、代わって元メンバーのルココ国コがセッションギタリストとしてライブに参加することが発表された。6月末にセブンスアルバムセブンをリリース予定であることが公表された。不在のドラマーにはサードアルバムでもドラムスを演奏したマルコトンミラが参加した。また公式な発表はなかったが同年8月時点で ベーシストのテーム兵のらが正式メンバーから外れている。そのため、アンディ・ギリオンがベースも兼任することになった。同年10月下旬、セブンスアルバム、セブンをリリース。2021年6月、ギタリストのアンディ・ギリオンが脱退。この脱退は非友好的なものであり、メディアによっては、ギリオンが解雇されたと表現しているものもある。そして、 ギリオンとバンドに残るビルヤネンとの主張は対立している。ギリオンの声明では、セブンスアルバム、セブンのリリース約3ヶ月前の2020年8月3日に、ビルヤネンに、君はもう MPE のメンバーじゃないと告げられたという。また、バンドから、所属レーベルであるアフムレコードに対して、勝手に、セブンがギリオンの参加する最後の作品で、ギリオンはバンドを脱退すると通告され、 さらにこのセブンの契約についてギリオンが契約から締め出され、印税の支払い対象者から外されていたとも述べている。ギリオンによれば、このアルバムの楽曲作成には3年間を費やしたにもかかわらず、もともと歌詞制作を担当していたビルヤネンは、歌詞の作成をほとんど行っておらず、アルバム録音直前になってギリオンが約7割の作詞を急ピッチで行い、 ストレス性ジンマシンを発症して入院することにもなったという。この他にもバンドのスポティファイアカウントへのアクセス権を剥奪され、ビルヤネンからその理由をバンドはビルヤネンのものであり、自身はそのバンドに参加していただけであるという胸の回答を受けたという。ギリオンの主張ではこの他にもバンド活動からの締め出しを受けていたとのことでアルバムの印税に関しては 裁判を行ったことを示唆している。なおギリオンによれば、モルス・プリンシピアム・エストの活動に、差したる影響を与えなかった、ソロアルバム、ネバー・フェターのリリース後から、バンド内の緊張が高まっていったとのことである。ただし、ギリオンは、バンドの所属するアフムレコードやバンドに関係する人物は、バンドの内情を感知しておらず、上述のトラブルへの関わりはなかったとも述べている。 これに対してバンドの公式フェイスブックに投稿されたビルヤネンの声明ではそもそもセブンがギリオンの参加する最後の作品になることはギリオン自身が言い出したことであると述べているこの他にもライブショーやツアーについて報酬の面でギリオンが難色を示しておりギリオンの方がバンド活動を行う気がない状態になっていたと主張しているそのため ギリオンをバンドに留めておく理由がなく、バンドの今後について、アフムレコードとの何回かの打ち合わせの中で、ギリオンの脱退について、レーベル側に通告しなければならなかったと述べている。また、ギリオンの主張するアルバムの契約について、ビルヤネン自身は契約書の作成を行ったことは、ないとしており、加えてギリオンには、ギリオンが署名した契約に基づき印税が、 支払われていると主張している。この他にもビルヤネンはギリオンの主張を否定している。またビルヤネンは声明の中でビルヤネンにはギリオンの興味の中心は常にアンディ・ギリオン自身であると感じていたと述べている。ただしギリオンが参加した時点でバンドはすでに自身のものであったとし自身がギリオンを選んだと認識していることは認めている。同年6月末 元メンバーのより、ハウキオ、ヤルコ・コッコ、テーム・ヘイノラの再加入とサードアルバムとセブンスアルバムにゲスト参加していたマルコ・トンミラの加入を発表し、通常のバンド体制に戻った。ハウキオは15年ぶり、コッコは12年ぶりのバンド復帰となる。トミー・ライストは、ヘイト・フォーム、カレアール・トネンが、リタリアトリー・メジャーズで活動を続けた。通常、アンヘイは、 アンテと書かれるが、モルス・プリンシピアム・エストの活動においては、アンドヒという発音で行うことにした。なお、2020年にリリースされたセブンス・アルバム、セブンでは、ボーカルとドラムスについて、イノラがレコーディングエンジニアを務めている。モルス・プリンシピアム・エストのこと。原文、u r not in MPEA にもあなは、正式加入した後、ホースアルバムから、 セブンスアルバムまでのほぼすべての楽曲の作曲を行っていた。ただし、コッコはセッションメンバーとして2020年によりライブに参加することが発表されていた。ホースアルバム、アンドレスセットライブのアセンションのみ、アンドヒチャンドラーの作曲。なお、アセンション以外では同じアルバムのアイウィルリターンのみチャンドラーとギリオンのが作となっている。 ABCDEFGHIJ ビルバイルジャーニンステートメントアップデートモースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック2021年6月12日閲覧 ABCDEFGHIJ トレイシャビエルモースプリンジピアムエメンソングライターギタリストアンディギリアンディテールズミストリートメントファイアリングフロムザバンドインニューリーリリースドステートメントギアゴッツ 2021年6月12日閲覧。a b ビルバイルジャニン。ニュース。モースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック。2021年7月7日、閲覧。レベラジオンイコールターミネーション。日本版。ライナーノーツハット a b c d e f g h i j k l m n 奥の高久。アンドデスセットリブ。アンドデスセットライブ。モルスプリンシピアムエスト。 日本東京都新宿区、アバロンレーベル。マイケップマイナ -11073。httpww.facebook.com、ページーズ、エクストリームデスフィースト、2013年4月27日、閲覧。 https://www.facebook.com/.mpeoficial/.post/.101519500277713381 ストリームレフイコール102014年1月13日閲覧 abcdhttps コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ mpeoficial f スラッシュポススラッシュ101519746870778381ストリームレフイコール102014年1月13日閲覧 http://www.morsprincipiumes.com t スラッシュ2015年12月13日閲覧 abhttps コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ m p o f i c i a l スラッシュポススラッシュ101535327779183812015年12月13日閲覧。もうスプリンジピアムエストさんがカバー写真を変更しました。 モースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック2017年1月14日閲覧 ABCDE& サムサトニュースモースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック2017年1月14日閲覧 Unfortunately Andy cannot play at the モースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック2017年6月25日閲覧アンアップデート モースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック2020年1月19日、閲覧。モースプリンジピアムエストホーム。モースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック2020年8月1日、閲覧。ドラムトラッキングホーザニューアルバムイズオン。モースプリンジピアムエストオフィシャルフェイスブック2020年8月22日、閲覧。ビオ。 モースプリンジピアムウエストザオフィシャルウェブサイト2020年8月22日閲覧モースプリンジピアムウエストファイアメエンソングライターギタリストアンディ・ギリアンメトルサックス2021年6月17日閲覧ありがとうございます